リンリン、ハローパラレール、リンリンパラレールのニトです。はい、いつもとはちょっと違う角度で、お送りさせていただいているんですけれども、今日の動画は、デュビアのお話です。デュビアがですね、少しずつこう増えてきてというか、成長してきてって言った方がいいのかな。成長してきていて、最初の価格ですぐにね、ゴキブリちゃんが映るのはどうかなと思ったので、この角度で撮ってみました。どうですかね、こういう角度で顔が映る形に今後切り替えていってもいいのかなとは思っているんですけれども、もしよろしければご意見いただけますと幸いです。まず本題に入る前に、よろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方のフォローお願いいたします。これどこ見ていいかわかんないね。カメラがあの辺にあるんで、どこ見ていいかわかんない。はい、ということで早速じゃあ、デュビアをね見ていこうかなっていうところなんですけれども、はい、デュビアでこちらでございます。ドドドン、あ、閲覧注意っていうのはあれだね。まあいいでしょう。はい、ゴキちゃんです。で、現状あのお水を入れている器、お水の容器とご飯の容器で、ご飯は今一応誰です、名前が出てこなくなっちゃった、モニターフィードをふやかしてとりあえずあげてます。で、まあ3つぐらいあったら結構食べてくれててっていうところでっていう状態ですね。あとはあのキャベツのああいう茎のね芯の部分をあげたりだとか、まあ野菜のねちょっと余った部分をこの子たちに与えてって形です。で、今これ S サイズなんですね。いるのが、結構まあちっちゃい、まだ幼虫になるのかな、アダルトのデュビアではなくてっていうところなので、アダルトのデュビアに関しては今ちょっと注文して到着待ちになってます。はい、でうちにデュビアちゃんたちが来てもう1週間半ぐらいかな、経ちましたけれども、まあまあまあいい感じでね、ちゃんとご飯食べてくれて、脱皮皮もねちゃんとこんな感じで落ちてて、はい、ちゃんとしっかり脱皮もしていますね。まあ、中にはちょっと弱くてねなくなってしまっているデュビアもね、まあ、中にはいるんですけれども、みんなとまあそこそこ元気ですね。でうちの飼育の環境というか、飼育って言ったらいいのかどうかあれだけど、うちの環境としては横にパネルヒーターを引いてます。で、これ後でね蓋が上から閉まるんですけれども、蓋を閉めて、その上にうちのねセーブシシバナヘビのケージがこの上に乗っかっている状態でね今飼育をしているので、あのセーブシシバナヘビに使っているパネルヒーターを上にこんな感じで乗せている状態になります。で、上で保温、横でも保温っていう感じをとっております。で、まあまあまあこれでね子供がまた生まれてきたりとかすれば、次の個体として生まれていくと思うので、まあ生まれてきたらそれはまた成長させていってっていう感じで、あとはうちはおそらくですがこのケース1個で飼育していく形を取ろうかなとは思ってます。まあ、増えすぎたらちょっと増やすとは思うんですけれども、今はこのケースのみにしてます。で、まあ状況によってはもっと大きい衣装ケースとかね、あのホーマックとかそういうところで売ってるようなねケースを買ってもいいのかなとは思ってるんですけれども、今のところはこの状態にしようかなというところです。で、まあ増え方にもよるかなってところですね。で、うちでまあデュビアを食べるのが基本的にはレオパと本当にちっちゃい個体だとイモリとサンショウが食べるかなっていうところ、あとはちょっと大きくなった個体だったらサバンナモニターも食べますね。あとはちょっとおやつ程度にっていうところで言うならば、フクロモモンガちゃんたちも全然食べるかなっていう状態で、ただフクロモモンガ解体して食べるんで、ちょっと見てくれがねあんまりこう可愛くないっていう、はい、もうちょっとねちょっと黒いんですよまあそれはまあ状況によってって形ですね。で、うちもともとデュビアではなくてレオパに関しては、レオパ最初コオロギで育てていて、でレオパはその子からね、あのコオロギからレオパゲルに切り替えて、全然レオパゲルで育ってくれて、もうレオパゲルで1年半ぐらいかな育ってくれてたので、まあまあまあそのままでいいかななんて思ってたんですよね。で、サバンナモニターに関しては基本的には鶏肉、最初はささみあげてて、
で、その後はサバンナモニターはそのモニターフィードに切り替えたので、で、モニターフィードの人工飼料で生きていってもらってたっていう状態。で、袋の中に関してはそもそもがフードがあるのでフードで生きていってもらってたっていう状態で、うん、だから、なんだろう、あえて、リビアとかコオロギとかね、育てなくても大丈夫っていう状況ではあったんです。最初コオロギの育てるのもね、ちょっとやってたんですけども、コオロギはちょっと私が断念してしまって、ちょっとうまくいかなかったんですね。まあ、共食いしちゃったりとか、っていうところで断念してて、で、そこでもなんか、レオパゲルに切り替えちゃおうかなと思ってレオパゲルに切り替えちゃったので、そうなんですよね。だから、生き餌を育てるっていうのをうちでは特にはやってなかったんですけれども、まあ、ただ、育ててみてもいいかと思って今回ギュビアに手を出したという状態になります。まあ今後ね、例えば太あごひげとかがお迎えになっただとか、まあいろいろね、会った時に食べてくれるでしょうし、無駄にはならないので、万が一っていう時の餌に最適かなっていうので育てておいてもいいかなっていう形で育て始めました。はい、そんな感じですね。まああとは実際こう食べて育っていってくれて、あとは子供が繁殖してどういう風になっていくかによってケージが変わったりだとか、今全然200匹ぐらいいるもののちっちゃいんで、そんなに空間としては問題ない状態なので、ちょっとこんな感じでやっていこうかなと思います。よいしょ、ちょっと君たちそっちに行ってもらっていいかい。よいしょ、あー君たちそっち、水容器とかが入れれないの。はい。ああ、そっち行って。そっち行って。そっち行って。ねえ、君たち。おい。ゴキどもよ。ゴキどもよ。物が置けないんじゃ。で、キャベツもね、この辺に置いといて。いいね、こんな感じ で、あとはシェルターをね、こんな感じで隠れは適当に入れておいて、で最後にでかいシェルターね、上からドンと入れてやって、まあこれでいいでしょう。はい、っていうことでね、今ギュビアがね、こんな感じで育っております。で、今後こんな感じでギュビアまた育てていって、まあ状況に合わせていろいろやっていこうかなっていうところですね。で、一つね、みんなにっていうか何人かに言われてるのが、マウスは育てないんですかっていうお話を結構いただきます。で、まあうちでマウス食べるのが基本的にはピンクマウス、まあ生まれたばっかりのマウスをっていうので、セーブシジバナヘビだけなんですよね。で、あとは、まあ、栄養食、完全栄養食っていう意味で言うならば、それをね、ちゃんと、まあ、ガットローディングじゃないですけれども、いい餌をちゃんと与えておけば、まあ、いい餌として育ってくれるわけじゃないですか、ネズミちゃんが。で、そうなると、まあ、ガットローディングっていう形で、ちゃんと栄養価の高いネズミちゃんを産んでもらって、で産んでもらったネズミちゃんをうちのサバンナモニターに与えるっていうことはできるかなっていうところではあるんですけども、うちで食べるのがサバンナモニターサバンナモニターとセブシジバナヘビだけになるので、マウスはなんかいっぱい育てるっていうよりは、まあ餌として購入の方がいいのかなっていうのと、私が愛着が、ね、湧きやすいタイプなので、愛着湧いちゃうと多分もうペットとしか見えなくなっちゃうんですよ、マウスが。なのでそういうところを考えると、あんまりね、こう精神的な面でっていうので良くないのかななんて思ったりもしております。まあ、ちょっとね、ギュビアに関してはご飯として、まあ、見れるし虫だしっていうところで今考えておりますけれども、ちょっとそんな感じでやっていけたらいいなと思っております。はい、ということで本日の動画はうちでねギュビアを飼育
開始いたしましたというところで、キュビアがそしてね安定し始めたよっていう動画でございました。この調子で安定してもらって、あとはそうですね、餌としての供給ができるようにやっていきたいなと思います。はい、ということで本日の動画は以上となります。もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方フォローお願いします。あと、またこんな角度でね、動画、たまに撮ってみようかなとは思うんですけれども、この動画の角度とかね、いいんじゃないっていうふうに思いましたら、コメントをいただけますと幸いです。はい、ということで、本日は以上となります。以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。